実りの秋を迎え、北九州市の小学校では児童が食育授業の一環で稲刈り体験に汗を流しました。稲刈りを体験したのは北九州市小倉南区にある大間小学校の小学 1,2 年生およそ20人です。児童らは今年5月に田植えをしていて、稲穂のこうべが十分に垂れてきたことから鎌を使って刈り取りに挑み、100キロにも及ぶ稲を収穫しました。片手一気に取った。難しいですね。米切るの初めてだから、いっぱい切りたいとか切るぞっていう力が出て。この体験は食育授業の一つとして20年以上前から続いていて、収穫した稲は精米した後みんなで分け合って持ち帰るということです。